さあ、7日目です。本日もよろしくお願いします。さあ、ガチャッと2個になりましたとか、30点までいけると。はい。で、これ決めなきゃいけないことがもう1個あって。で、これすいません、これで受け取っちゃいます。今回決めなきゃいけないことが、まあ2択かなと思ってて、最初の10連でプレイバックしない。これが1つ目なんです。もう1つが、30連引けるのか。30連引けた場合、最後の10連を強制的に取る。どっちか。うん。じゃ最後の10連を強制取りにしますね。最後の10連を強制取り。だから最初の10連目、20連目は、どんなキャラが出ても、絶対に取ってはいけないという縛りで。いきますか、じゃあ。はい。で、引いてから決めるのもちょっとあれなので、引いてから言うともなんかちょっと、ルールカタカタになってしまうので、先に言っておくと、あからさまにバランスをぶっ壊すようなキャラが出た場合は、そいつが重進化キャラであった場合、そのなんか神化進化があったら、進化神化までしか解放できませんみたいなルールは追加でいく可能性があります。はい、まあ、自分で一番不利な形にねして使っていくってことなのでね。じゃあいきますよ。はい、じゃあ30連目強制ですよ。30連目強制ね。いくよ。そう、構えるとか構えるとか、だからここ気合い入れなくていいんでしょ。ここは気合い入れなくていい。いやー、これちょっと楽しみだな。そういうのがあるとちょっと楽しいな。いいぞ。これは引けない方です。こいつでどんだけいいのが出ても引けません。なんでいきますよ。あー、こんなんもうね、別に何もいらないです。これだから爆死、これ爆死してほしい。うん、これでいいのとかもういらないです。取れねえんだから、取れねえ10体に興味はね、全部止まんだもん、それ。そういえばさあ、あー、もういい、いらないです、いらないです。こんなんどこで使うんだと。うん、使えるキャラだったらショックですけどね。こんなんどこで使う、あ、こんどこで使うんだと。名前だけのキャラたちがね、このフェニックスだったり、名前だけですよ、こいつらは。あー、まあちょっと起きた通り行くときに使いたかったですけど、侍キラーなんてね、もう他に腐るほどいますんで、こんなん全然いたくない。全然いない、全然いないですね。あー、もうダメっすね、名前すら覚えてない。はい、こんなん全然大丈夫です。あ、欲しい、欲しいな。加速爆白爆発はちょっと欲しいね。ちょっと欲しい。超 AGB だね。超 AGB で加速 SS 持ってて白爆発、ちょっと欲しいね。ちょっと欲しいね。あ、2体出なかった。うざ。あー、太ったウリエルね。太ったウリエルはこいつ強いっす。3方向追従なんで、こいつね、伊達に太ってない。うん、これ3方向に出せます。ほっ、雑魚しかおらんやん。雑魚しかおらん。これ大しゃぶりでは、これ弱点キラーいる。え、これ大しゃぶりでは、別にこんなんさ捨てたところで何。うわ、いや意外と使える、意外と使えるんですよ、こいつ。こいつね、しかも重力ワープと、もう一個の飛行重力かな、かの方だから、うわ意外と使えるんだよね、不要。うわ、まあ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 いいでしょ。でも全然よくない、全然これ痛くない。あ、痛くない、痛くない、びっくりするだけだ。ホジャックとかマジな。あ、ホジャックじゃねえわこいつ。え、こんなんさ絶対いらんわ。いらん、いらん、いらん。で、次のやつも捨てです。次のやつも引けない。だからここまではいいっすよ。これ大丈夫、プレイバックする方だよね、これ大丈夫だよ、オッケー。いやー、軽傷ですわ。全然痛くない、痛さのかけらもない。どっちにしろ飛んねえよな。普通に引くとしても飛んねえわ。いい感じ、いい感じ。まだ運蓄積してる、運蓄積中。はい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 、ああはいはいはいね、はい、なるほどね、はい、エウレカセブンの真似ね。おい、うわ、シワショウ2体目。いや、シワショウワンストックでかいな。ああ、まずい、このノリはまずい、このノリはまずいぞ。あ、ちょっと待って、これまずいぞ。いや、欲しい、オペコ欲しい、オペコ、オペ、あれね、貧乏時代のゼウス。うわ、このノリちょっと両面オペコ痛えな。あー、ニラカナ勝てたのに。こいついたらニラカナヌルゲーにできんのに。出すぎじゃないか。ちょっと待って、やめろ、一回貯蓄しろ、運を貯蓄しろ。いや、いらない、いらない、この顔はいらない、この顔は大丈夫。4体出てるのやばくない？どんだけ出んの？まずいですよ。
よ。え、ちょっとまずいっす、これ取れないっすよ。ちょっと待って、え、待って、はっ、5体出てる、やばくね、5体、どういうこと。落差やば、落差やばいな、帳消しにしてきた全部を。俺を落ち着かせてくれてる。うわ、え、これ最後に来たら大勝利だったんだけど。うわ、しかも絶妙にいいバランス。ノクターンのキャラもね、少ないからね、ノクターン適正。いやでもまだあと10体出るんだろ。ここに全てを込める、この企画の全てがここにかかっている。プレイバック頼むぞ、3回回れ、5回回れ。これ確かに CM 見てなければ今はゲットできたのか、やばいね。まあ許そう、トライブパルスは許そう。まあアシュラ界とかでも使いようがあるからね、トライブパルスは。許せる許せる許せる、これは普通に P よりいい。じゃあ叫んだマジやばいって、キラーはいい、こういうピンポイントキラーはマジでいらない。下もう2個使った、あああかんて、頼む、ほんと頼む、ほんと頼む、1体ばくれ、誰やお前、誰だよお前、このクソ SS 長いやつね。え、まずいよ、え、待って待って待ってよ、え、ラスト3個しかないんだけど。はっ、強い、最強です、こいつは最強、これ強い、これ強いけど違う、こうじゃない、そうじゃない、マジの一体は戦力だか、バカ、うわ太って、まあまあでも伊達に太ってない、伊達に太ってないですよ、こいつは3方向に出します。お前なんで止まってたの、こいつ、えええ、衝撃なんだけど、これやばい、え、この絵で上選ぶやつおる、この絵で上選ぶやつおる、落ち着け、芝生持ってるじゃん、芝生持ってるならいいじゃん。オペコもまあ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 不動明でよくねと、うん、不動明いれば闇の重力ダメだし、まあオペコもじゃあいいよ。乙姫もまあもう一回ストファイコラボとか来たら、豪輝がドラゴンキラー持ってるんで、まあ豪輝でいいよと。で、P は、まあ、アマテラスでトントン。で、スルカと、あ、スルカと、まあ、クシナダプラザ持ってるし、代用はできる。ね。まあ、上にするか、みんな。いや、まあね、言っててもしょうがないですよ。悩んでもしょうがないんで、プラスになったことを考えましょう。まあホルスがトライブパルス持ちなんで結構強いから、まあ嬉しいでしょ。でアマテラスが結構強いんですよ、本当に。これは強いねこれ強いんでいいっすね、許しましょう。はい、でフトウリエルもこいつ3方向追従貫通弾なんで、ほら、うん、こいつ強いっす、さすがに。飛行ワープで3方向、え、これマジで強くない、これ不動明はこいつ置いといたら勝ってるまでない、こいつめっちゃ強いかもしんない。うん。で、アマテラスも最強なんでね。で、アマテラス、神化できないんでね。神化できないんか、これ。神化が強いね、確かに。それコピー加速。もうこれだよな。これが強いよな。まあ、超アンダメのシルブレ。どこで使うんや、これ、鉄球。こっちか。どこで使うんや。まあまあまあ、いずれ出番はあるでしょう。で、イザナギゲットしましたよね、前回ね。はい。その続きからですね。マジで。俺、結構頼ってたよ、このガチャ。このガチャで出た適正のところにちょっと行ってやろう。